ジャー児童センターです。今から遊びを紹介します。ではお家のフローリングの上で体を動かす遊びを紹介します。では一人寝転がってもらって、足をこのように曲げてもらいます。でお家の人がこの足の裏をこう持っててあげて、1、2、スーッと足の力がいるんですが、こういう風に、はい、もう一回いきます。で気をつけてもらいたいのが、お子さんの足を離してしまうとドーンとこう床に落ちてしまう場合があるので、必ず持ったままにしてください。ではこのまま反対向いてもらって、ラッコさんのように手をパチパチしながら足だけで動いてもらいます。はい、では今度はワニさんになります。ワニさん歩きでうつ伏せになって、足と手を使いながら床の上を歩きます。はい、では今度は泳ぐワニさんをしたいと思います。ではお家の人が手をこう持ってもらって、肘を曲げたままにします。でお子さんの手を持って、スーッとこう腕の力ですねで動いてもらいます。フローリング遊びでした。はい、では今からタオル遊びをしたいと思います。ではこのタオルをひらひらして、これを今から上に上げます。上に上げたものを取ってください。もう一回ひらひらキャッチ。で一人でできたら今度は2人でキャッチボールをしたいと思います。はい、このようにキャッチボールができたら、今度はタオルをちょっとボールにしたいと思うので、丸めて結んでください。このように丸めてもらったら、同じように上に上げてボールを取ります。この時にできたら何回叩けるかっていうのも楽しみですね。はい、じゃあ1人できたら、また2人がいたら2人でもキャッチボールができます。でなんか輪っかでも作ってもらって、この中に入れても楽しいかなと思います。はい、では次に綱引きをしたいと思います。こう手を持ったら、離さないようにしっかりずっと握ったままにしてください。お力比べっていうように、お子さんとお家の人でも、お子さん同士でもできるかなと思います。では次にそり遊びをしたいと思います。ではバスタオルを準備します。お子さんなど座っていただいて、しっかりここ手を持ってタオルを握ってください。で低い姿勢のまま動かします。はい、では今度うつ伏せになって寝てください。でうつ伏せになって、で遊ぶこともできます。で今度はゆりかごをしたいと思います。下に置いていただいて、ちょっとお子さんだと思っていただいて、でお家の人2人でバスタオルの上でゆらゆら揺らしてあげてください。はい、ではバスタオルはおしまいです。今度はまたタオルに戻ります。床に敷いていただいて、ちょっと2人でしますね。で前かがみになった時に頭が当たらないように気をつけてください。では誰かのもう1人の合図で、ど
ちらが先にタオルを取ることができるかをしてみたいと思います。はい、お願いします。タオル遊びができます。では次にですね、これを尻尾にしたいと思います。広い場所があるところでしてくださいね。ちょっと長めに設定してます。これ長さ調節は自由にしてください。で、お家の中でもできる尻尾取りにしたいと思います。では手をつなぎます。ではつないだまま尻尾取りをしたいと思います。スタート。どっちが勝ちかな、両方ですかっていうような遊びができるかなと思います。はい、以上タオル遊びでした。今から新聞遊びを紹介したいと思います。まずは秘密基地を作っていきたいと思います。準備物なんですが、新聞紙7日分とセロハンテープと、あとでマジックとゴムも使っていきたいと思います。じゃあ早速作っていきたいと思います。まず新聞紙4枚を重ねたものを このように三角に折ります。そして折ったとこからくるくるくるっと巻いていき、セロハンテープで留めます。そしてもう一枚これ4枚のものを用意してもらい、こちらも三角形に折ります。で、巻くときにここまで巻いてもらって、ここからさっき使った巻いたものを20センチぐらい、大体で大丈夫です、このぐらいまで置いてもらって一緒に巻いていきます。で、これもセロハンテープで留めます。で、巻いたものを今回はちょっと準備してたので、こちらを4本作ります。早速輪ゴムをこれ使います。両方をまとめてもらい、一番上輪ゴムを留めます。で、このように広げたら屋根みたいにできます。これだけじゃグラグラするので、下の部分も作っていきたいと思います。で、こちらも4枚重ねたものを半分に折り、こっちのひらひらしてる方からくるくる巻きます。で、こちらもセロハンテープで2箇所ペタペタと止めて、こちらもちょっとこれは大きいんですが4本、こちらも4本使います。で、こんな感じで下の部分はゴムでつけていきます。ゴムやセロハンテープで留めたんでも大丈夫です。
な感じでもう簡単に止めてもらったんでも大丈夫です。で次にちょっとこれだけじゃ寂しいのでお絵描きをしたいと思います。マジックやマスキングテープを使ってもらってお絵描きをしてもらったら、よいしょ、好きなようにこちらにペタペタとセロハンテープで留めてもらったら、こちらのようにかわいいジョージくんのお家が出来上がりです。はい、もう一つを紹介したいと思います。次は新聞紙でつむつむを紹介していきたいと思います。準備するものは新聞紙ともうセルハンテープがこういったガムテープを用意してもらったら大丈夫です。じゃあ今から作り方を説明していきたいと思います。新聞紙こちらは2枚を合わせたものを半分に折ってもう1回半分に折ります。そして半分に折り広げて真ん中に線があると思うのでそこまで端っこを持っていきます。反対側も同じようにこんな感じになります。これをパカパカっとしたるとこにはめ込む形で入れてもらい、ガムテープで下を留めるとこのような感じで積み木の出来上がりになります。では実践に積み木をつむつむとしていってもらいたいと思います。ジョージくん待ってるよ。ジョージくん待ってるよ。できるかな。はい。あ、お、今できるかも。今できますか。頑張ってジョージくん。頑張って。あ、あと一個だ。遊びの紹介は終わりです。またねー。